名前と財産を奪われたヒロインの幼い頃、黄金の庭で出会った幼なじみとの切ない愛、そして全てを奪った女と彼女を愛する男、イサム・ハン・ジヘ共演、男女4人の劇場の愛を描く波乱万丈のラブロマンス、黄金の庭、12月15日スタート。